視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日は楽曲分析、名曲や話題曲の分析をし、音楽の一歩進んだ楽しみ方を提案する企画です。2週連続アイドル曲の分析になります。もちろん、僕自身アイドル結構好きだっていうのも理由の一つではあるんですけれども、コンペっていう楽曲オーディションみたいなものを経て作られることの多いアイドル曲っていうのは、音楽面で技術的な工夫が凝らされているものが非常に多くて、題材としてすごく面白いんですね。今回取り上げるのは乃木坂46のニューシングル、いつかできるから今日できるのカップリングに入ってるマイルールという曲です。ミュージックビデオが公式チャンネルにアップされてますので、この曲聞いたことがないよっていう方はぜひそちらチェックしてみてください。またアップルミュージックからも配信されてますので、そちらご利用の方はそちらもご活用ください。さて、今回取り上げるマイルールという楽曲、どこが超エモいのか、ポイント2つあります。1つ目が徹底的に裏を書くコード進行、2つ目が必然性の高い歌詞。まず1つ目、徹底して裏を書くコード進行。コード進行っていうのは和音の流れのことです。まあ、例えば、まあ、これはドミソソシレドミソっていう、CGC という、コードの流れ、コード進行ですね。まあ、根本的には音楽っていうのは自由なものなので、どんな音をどういう風に鳴らそうが、まあ、構わないわけですが、こういう音が、こういう流れで聞こえるのが気持ちよく感じやすいよみたいなものっていうのが、脈々とこう積み重ねられてきていて、特にポピュラー音楽の世界、さらにその中のアイドル曲っていうのは、その法則の拘束力っていうのがものすごく強いんですね。お決まりのパターンにちょっとした味付けを加えていく、そんな風に作られるものがほとんどなんです。マイルールの中に出てくる印象的なコード進行、いくつかピックアップしたいと思います。まずはイントロです。この曲のイントロこんな感じです。タンタタンタタンタンタタンタタンタンタタンタタンタン、この4小節っていうのが一つのブロックになってるんですけれども、最後のこの音、これがちょっと裏書いてます。おそらく僕らが予想するのはこっち、タンタタンタタンタンタタンタタンタンタタンタタンタン、このちょっと暗めの和音ですね、コードですね。こっちの方が、普通です。絶対数としてはこっちの方が多いなんですけど、最後に明るい和音、この和音を持ってくることでハッと、裏を書かれる、びっくりする、新鮮なこう風が吹き込んでくる、そういう風に感じるわけです。そして、2回目の繰り返しでは、タンタタンタタンタンタタンタタンタンタタン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 、最後のコードがまた変化します。これは1周目のこのコードのベースの音が変化したコードなんですけれども、これものすごく僕びっくりしました。おお、そっちに行くかっていうインパクト、かなり強く受けました。続きが気になる、どんな風に展開していくんだろうっていう風に、この先が楽しみになるような、すごくキャッチーな、コード進行だなっていう風に思いました。そしてこの曲イントロさらに8小節続くんですけれども、その8小節の終わりにまた変化がきます。ちょっと弾いてみます。タンタタンタタンタンタタンタタンタンタタンタタンタン、ここまでは一緒です。タンタタンタタンタンタタンタタン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 、この最後の4小節っていうのが1回目2回目3回目の4小節と全く違うものになっていて、このね、最後のこの和音でイントロが終わるっていうのがまた裏を書いてるポイントで、着地しないイントロなんですね。浮遊感を感じるような、そういうイントロの終わり方になってます。で、続いて A メロ、 A メロの最初の4小節っていうのはものすごくオーソドックスな進行です。タラタタタラタタタタラ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 タタ、この4小節はもうどこにでもあるような進行なんですけれども、その後の4小節っていうのはまたちょっとね渋い進行をします。
ダララ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 、ララ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 ラっていう4小節なんですけど、このね2小節目の、コード進行が、ポイントですね。ダララララララダララララララ、このねこのコードが渋いんですよ。渋くてでふわってちょっとあの引き込まれるような、そういう響きなんですね。この進行っていうのはマイルールの曲の中で何度も出てくる、印象的な進行です。続いて B メロはこんな感じです。タラララララタラララララタララ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 ラタラララララタラララララタラララララ、まあ綺麗な進行なんですけれども、ものすごく裏を書かれたっていうポイントはこの B メロには出てこないかなっていうふうに僕は感じています。次サビです。タララ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 ラ、この4小節っていうのはもう J-POP お決まりのパターン、お決まりのコード進行、特に変わりはありません。でこの後の4小節が、先ほどマイルールっていう曲の中で、何度も出てくる印象的なコード進行だよって言った進行がまた出てきます。タラララララララタラララ、またこのふわっとこう引き寄せられるような、コード出てきましたね。タラララララララで、2周目入ります。このコード大事です。で、この後最後こうおまけの2小節がきます。この2小節、この進行だけ見ると、特に変わったものではないんですけれども、後々意味が出てきますのでよく覚えておいてください。タララタラララタララでこの進行です。2番は1番と全く同じものが繰り返されて、その後間奏に入ります。で間奏のコード進行もね渋いんですよ、こんな感じです。このメジャーからマイナーに行く感じ、これまあ気持ちいいですね。まあでもよくあるパターンです。これまた渋いです。なかなか、アイドル曲で、聞くことできない、響きですね。で、次めっちゃおしゃれなとこ出てきます。じゃーん、この後です。このね、ベースが半音で下がっていく、それに対してこの進行はなかなかおしゃれで、これもやっぱアイドル曲ではなかなか聞くことのできない、響き、コード進行だなっていうふうに思います。間奏に入ってもまだまだ仕掛けてくるかみたいな、そういう感じを受けて、僕はこの時点ではもうかなりテンション上がってました。で、そんな間奏が終わってまたサビが繰り返されます。タタタタラタタラタタタラタタラタタラタタタラタタラタタタラタタ、このコードですね。タラタタラタタタタタラタタラタタタタタタタラタタラタタタタタタラタタラタタ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 ラタタラタタ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 。でこの後、さっき覚えておいてくださいって言っていた、2小節のおまけがまた来るんですけれども、最後のサビのおまけだけちょっと変化があります。1番2番のおまけっていうのはタラタラララララララだったんですけど、3回目のサビだけ、長さもちょっと変わってコードも変わってます。タラタラララララタラララ、何が変わったか分かりましたでしょうか。最後のコードがタラタララ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 ラ、マイナーのコードからタラタラララララタララララ、最後のコードがタラララララ
メジャーの響きに変わってるんですよ。最後の最後でまだ仕掛けてくるかと、まだ変化をつけて、まだ飽きさせないのか、すごく、考えられて、作られてる曲だなっていうふうに思いました。で、最後のサビ、この最後のコードの変化だけではなく、アウトロの後、曲をどうやって終わらせるかっていうところでも、この曲は裏を書いてきます。アウトロはイントロと全く同じパターンなんですけれども、で、この後最後のコード何で終わらせるか、まあ、いろんな選択肢があるんですけれども、まあ一番ありそうなパターンとしては、まあこれが一番普通オーソドックスな終わり方かなっていうふうに思うんですけれども、この曲は最後の最後にどでかい爆弾を落としてきまして、何これって感じですよね。なんかこうすっきり終わんない、不穏ななんか響きを残して終わるっていう、最後に、一番大きく裏を書いてくる、コードで終わると、曲の始まりから曲の終わりまで油断ができないっていうか、常にあってちょっとびっくりさせられるっていう、そういう曲で、しかも、ただ木を照らってるだけじゃなくて、メロディーの流れと、コード進行ハーモニーの関係性っていうのがものすごくよく考えられてて、ちゃんと美しい曲として成立してるんですよね。これね、分析すればするほど、いや、よくできてるなっていう風に思いました。今からアイドルの曲聴きますよ、今から乃木坂46の曲聴きますよってなった時に、まず聴けると思ってないであろう曲が聴ける、ハーモニーが聴ける、コード進行が聴けるっていうところに、この曲の魅力っていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思いました。続いて2つ目、必然性の高い歌詞。僕、秋元康さんの書く歌詞ってすごく好きで、このチャンネルでもたびたび秋元康って名前を出して、いろんなことを、お話ししているんですけれども、ここ数回の楽曲分析に関しては、秋元康さんはちょっとかっこいい歌詞書けないんだよねとか、若干ディス寄りの、話をしてたんですね。なんですけれども、今回のこのマイルールっていう曲に関しては、秋元康さんの、一番いいとこ出てるな、もうそうそう、それが聞きたかったんだよ、僕それが好きっていう風に思わせる歌詞でした。人はどういう時に感動するのか、ちょっと大きな話になりますが、そういうことを考えた時に、僕は一つの、パターンとして、意味のないものに意味を感じた時、人は感動するんじゃないか、偶然そこにあるものに必然を感じた時、人は感動するんじゃないか、そんな風に思うんですね。それではこのマイルールという楽曲の歌詞見ていきましょう。僕はね、特に1番の A メロっていうのがすごく好きなんですけれども、読んでいくと、雨がどんなに降ったって傘を差すのは嫌なんだ、もしそれが運命なら僕はずぶ濡れのまま歩いてやる、本やカバンをかざしたり屋根を探して走らない、僕が無様に見えたとしてもハンカチなんか差し出すなよ。この1番の A メロの中には、傘を差す、あとは、本やカバンをかざす、屋根を探すという雨に濡れることを防ぐための行為っていうのがたくさん挙げられてるんですね。これって、いろんな可能性の中の一つでしかないと思うんです。もっと他のやり方だってあると思うんですね。でもそこで本やカバンをかざすのはなぜか、メロディーにはめた時にしっくりくるからなんですよ。別に本やカバンじゃなくてもいいんだけど、メロディーがあることで、音楽があることで本やカバンをかざすことに意味が生まれる、必然性が生まれる、そういう歌詞が僕すごくいい歌詞だっていうふうに思うんですね。で、その必然性を聴いてる人に感じさせるには、その曲、そのメロディーにその歌詞がハマってるっていうふうに思わせなきゃいけない。で、ハマってるっていうのは何かっていうと、音の数と文字数が合っている、
あとは、メロディーの高低の抑揚と、言葉のイントネーションの抑揚が一致してる、この2つだと僕は思っていて、その2点において、この曲の A メロっていうのはものすごくよくできてるっていう風に僕は感じたんですね。メロディーと言葉のハマり具合っていうのはこの曲も全編を通してすごくしっくりきてる、めっちゃハマってるっていう風に僕は思うんですけど、なぜそんなぴったりハマる曲になったかっていうと、メロディーのリズムのパターンがすごくシンプルなんですよ。で、そのシンプルなリズムのメロディーっていうのが秋元康さんのポエム的な感性にものすごく合う。試しにメロディーを音の高低をつけずにリズムだけで歌っていくと、まあ例えばサビのメロディーとか、タタ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 、ほとんどが8分音符。これはサビだけに限らず、A メロ、B メロもこんな調子で続きます。タタ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 タ、すごくリズムがシンプルなんですよ。こういうメロディーは秋元康さんのいいところっていうのはすごく出やすいメロディーなんじゃないかなっていうふうに思います。なんか皆さんが知ってる秋元康さん作詞の楽曲でこの曲好きだな、この曲好きだなっていう思い当たるものがあったとしたら、その曲のメロディーのリズムっていうのを一度抜き出してみてください。結構ねシンプルなものが多いんじゃないかなっていうふうに僕は思います。いかがでしたでしょうか。今までやってきた楽曲分析の中で一番、まあ音楽の理論的な部分にちょっと踏み込んだ内容だったので、どれぐらい伝わったかっていうのはちょっと不安なんですけれども、とにかく、この曲いい曲だぜって、この曲すごい僕好きだぜっていう熱量は伝わったんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。